お招きありがとうございます、ゆかりさん。たまには部屋でのんびりもいいでしょう。散らかってるけど、ゆっくりしてよ。ここがゆかりさんの部屋でありますか。やはり、私の部屋とは違いますね。そう？好きなもの適当に並べてるだけだよ。あ、お茶入れよっか。せっかくだし、美味しいのがいいよね。ミツル先輩にもらったやつあるよ。私もお手伝いしますと言いたいところですが、ゆかりさん、ここは夢の中であります。あ、そっか、ごめん、癖だねこれ。どうしよう、いきなりすることなくなったじゃん。そう？だったらいいけど、暇でも部屋あさるのとか禁止だからね。ですが、確かにいろいろ見てみたくなるお部屋です。カバンに靴に化粧品、私の部屋にはないものばかり。いつの間にか増えちゃって。ゆかりさんはいつも素敵です。いわゆるおしゃれさんに該当すると思います。どうしてそういったものに興味を？どなたかに見てほしいからでしょうか。どっちかっていうと自分が楽しいからかな。可愛いものとか好きだし、服は自分が着たいの着てるだけだし。なんかさ、可愛い服着てると気分も変わって世界が違って見える気がするんだよね。世界がですか。興味深いです。大げさに言えばね、ステージで踊るときもさ、衣装を変えると別人になった気しない？それと同じで、いろんな自分になれる一番お手軽な方法だからって感じかな。なんとなくわかる気がします。まあ、お財布には優しくないんだけどね。でも、ちゃんと安くて可愛いのもあるしさ、そういうの探すのがまた楽しいのよ。そうだ、今度アイギスも一緒に行く？似合いそうなの選ぼうよ。本当ですか？私に合うものあるでしょうか？そうそう、いくらでもあるって。お店ならいろいろ知ってるしさ。じゃあ君も約束、買ったもの全部持ってもらうね。なるほど、それは安心です。全力でお買い物ができますね。じゃあ決まり、早速アイギスのコーディネート考えちゃおうか。風花の部屋行って3人で考えよう。了解であります。お疲れ。別に用ってほどじゃないけど、ちょっと話でもどうかなって思って。さ、この夢っていつまで続くのかな。ぶっちゃけ私、この夢楽しくて終わるの惜しくなっちゃうくらい。そうなの？よかった、私だけじゃなかったんだ。最初は自信なかったのにさ、今は意外とハマってる自分がいるんだよね。私のダンス結構様になってきたと思うんだけど、どう？やった！でしょ？かなりイメージ通りにできてる気するんだよね。でもさ、できるってイメージすればその通りやれるってすごいよね。他
こは夢の中だからかな。現実もそうなら楽なのに。そうだよね、分かってる。私たちは必ずそうしなきゃ。現実も絶対うまくいくってイメージして必ず切り抜けよ。自分のこと信じなきゃ前に進めないとか、私たちはもうよく知ってるから。やっぱマジになっちゃった。急にごめん。ここにいる間はこういうのやめようって思ってたんだ。もちろん今も自信なんてないけど、それでもみんなとこうやって笑えるような日が来るって信じてるよ。ちょっと前の私だったらうじうじ悩んで怖くてきっと泣いてた。でも私も進歩はしてるみたい。みんなの力になれるように頑張るね。やっぱふうかと練習する約束してたんだった。ステージ良かったよ。思うんだけど、君ってもうかなりのレベルじゃない？本当にプロでも通用しそう。将来芸能界とか目指してたりして。だよね。どっちかっていうと前に出るより隠れてすごいことやるタイプだよね。さて、冗談は置いといて、私もちゃんと考えないとな、将来のこと。今は好きなこと仕事にできたらとか、そんくらいしかないけどね。だよね。まだ全然ぼんやりだけど。でもここ来て踊ってみて、新しい自分には気づいちゃったかも。君と一緒にいると思いもよらない自分に会えるっていうか、私の可能性を広げてくれるとか、ちょっと大げさ？ここってさ、夢なんでしょ？起きたら忘れちゃうらしいから、今のうちにお礼言っとくよ。リーダー、ありがとう。これからもよろしくね。てかさ、全部無事で終わったら、ここの分も含めて打ち上げやりたいね。とびっきり豪華なやつ、みつる先輩の財力でとか言って。やっぱ私またやってる。みつる先輩と練習する約束してるじゃん。ごめん、私行くね。みたいですよこれ。それ霧城先輩にも言われたわ。
通報だけは勘弁な。でも片付けるから手伝ってくれってどういう風の吹き回しですか？なんとなくだよ、多分な。スターの息抜きっつうか、急に掃除したくなる時ってあんのよ。悪いな、俺だけじゃ時間かかりそうだしさ。でも掃除しても仕方ないんじゃないですか？ここって夢ですよね。痛いとこつくなお前。まあいいや。あー、うっかりしてたぜ。だったら片付けはまた今度だわ。うん。は？じゃあ僕部屋に戻りますけど。バカ待て、それじゃ意味なくなる。じゃねえ、せっかく来たし漫画とか読んでけよな。お前北東の狂犬読んだことあるか？世は世紀末、俺はお粗末ってやつ。ないですけど、漫画とか子供っぽいって思ってたんで。ダメダメ、全ての男の教科書だぜ。読まなきゃ一人前になれねえの。ならちょっとだけ。よし、好きなだけ読んでけ。てかほら、ここに全巻揃ってるから、なんなら部屋まで持ってけ。なんでこんなに部屋散らかってるのにこの漫画だけ全部揃って。そういうことですか。なるほど、純平さん、僕にこの漫画貸してくれるために部屋に呼んでくれたんですよね。え？いや、何のことだか。たまたまだよ、たまたま。素直じゃないな。わかりましたって。浜田に言われたかねえよ。ほんと面白いんだぞそれ。じゃあお前に貸してやるって言ったら素直に受け取ったか？え、確かに受け取りませんね。興味ないとか言ってたかもしれません。だろ、お前結構めんどくせえ子供だからな。純平さんって年離れてるけどなんか話しやすいんですよね。僕らくらいの年の子に人気ありそうですよ。いいお兄さんって感じで面倒見いいし、将来の仕事とかに活かせるんじゃないですか。小学生にアドバイスされる俺って一体。まあ世話焼くのは嫌いじゃねえし、なんか教えるとかはありかもな。てか天田にも後輩できたら面倒見てやれよ。純平お兄さんとの約束な。そうすりゃ女の子にモテモテだ。水さすなっつの、俺には隠れたファンが多いの。わかりました、純平さんみたいにきっとやりますね。うん、素直でよろしい。君は俺みたいな男になれるぞ。うん、こうなったら他の漫画も全部持ってけ。どれも男の必修科目だからな。いや、いいですよ。とりあえずこれだけ借りていきますから。そうか。まあじゃあ部屋まで運んでくるわ。お前は好きにしててくれ。勝手に漁ったりすんなよ。2人とも、俺っちに聞きたいことって何を。よくあるスターに聞けってやつね。いいぜ、何でも答えるからさ。ただしプライベートのことはほどほどね。はい、
ではお聞きしたいです。純平さんのダンス素晴らしいです。見ていると私まで楽しくなります。歓声がすごいし、見ている方が盛り上がるのは間違いありません。お、サンキューな、アイちゃん。それがスターの仕事ってやつよ。お前もいい線いってるぜ。俺の次ぐらいにさ。今回だけのことじゃありません。純平さんはいつもそうです。私たちみんなが楽しくなれるように頑張ってくれている気がします。辛いこともたくさんありました。なのになぜそんな風にできるんでしょう。性格っつうか、そうしねえと落ち着かねえってだけだよ。ああ、勘違いしないでくれよ。辛くて逃げてるとかじゃなくてさ、楽しい思い出にできりゃまたこういうのをやりたくなるだろう。そしたら辛いことも頑張れんじゃん。自分を盛り上げるっつうか。立ち向かう勇気を得るためだと。まあかっこよく言いやそんなとこだな。あとみんなを巻き込んじまえば俺みたいに思うかもしんないだろ。だったら俺が頑張っちゃおうってわけ。たまに空回りするけどさ、盛り上げるのが俺の役目。それが俺のできることだからさ。ありがとう純平さん、よくわかりました。みんな純平さんに感謝しないといけませんね。あなたもそう思いませんか？空気読んで。いい話が台無しでしょ。よくわかりませんが、やっぱり笑顔になれますね。話を聞いてなんだか心が温かく、いえ熱くなってきました。いいね愛ちゃん、俺も熱く語ったら踊りたくなってきたぜ。はい、ダンスでも質問があります。楽しいステージのコツ教えてください。任せときなって。ここじゃ狭いし、フロア行くぜ。いやー楽しくてしょうがねえ。こんだけ盛り上げりゃエリピーも大満足だろう。宴は大成功。そして俺は伝説へ。やっぱ MVP は俺か。悪いな、全部持ってっちまってよ。受賞スピーチ考えとくわ。結局みんなもノリノリだもんな。俺もつい張り切っちまったぜ。いいよなこういうバカ騒ぎ。なんとなく元気出るっつうかさ。そういやここで見てくれたやつらどう思ってんだろうな。誰かの無意識っつうの、それがいっぱい来てるんだろ。だったらさ、俺ら見て感動して世の中いい感じになるとかない？おお、やっぱそう？ダンス一つで世の中変える、それが本物のスターってやつよ。よっしゃ、このままかっ飛ばして世界を俺色に染めてやるぜ。もちろんお前も頼りにしてっから、世界平和のために協力してくれよな。待て、つうことは俺がみんなの無意識に残ってマジのスターになり、現実でもモテモテに。ああいかん、それはダメなんだった。うん、心配すんなよ。
俺っちはお前だけの星。ああ、いや、なんでもない。スターはいろいろ辛いって話ね。とにかくここで語ってる場合じゃねえ。世界が俺を呼んでいる。スター伊織純平、一発盛り上げてくるぜ。衝撃のステージはこの後すぐ。じゃあ俺っち踊ってくるから、またステージで会おう。室内ばかりじゃ体がなまるだろう。器具は自由に使っていいぞ。うわ、すごいですね。ありがとうございます。使ったら強くなれそうな気がします。なれるさ、日々の鍛錬次第だ。賞状とかトロフィーがいっぱい。これ全部真田さんのですよね。大切にしてるんだ。粗末には扱えないから。多くの者が修練を積み試合に臨む。だが全員が栄光を手にできるわけじゃない。参加した全ての選手を代表して預かっているつもりでいる。相手に敬意を払うってことですよね。そういうのかっこいいです。それにこうして飾っておくと迷った時の励みにもなる。少しずつでも前に進めているとな。鍛えてきた証みたいなものさ。でもこんなにあったらもういいって思わないですか？そうは思わん。チャンプとはいえ限られた世界での話だ。もっと強い相手がいくらでもいる。挑戦者の気持ちは忘れたくない。もうすぐ待ってる戦いだってすごい相手ですもんね。俺たちが勝てたとしたら一つの区切りとなるのは確かだ。だがそこで終わりじゃない。俺が強くなりたいと思ったのは誰かを守れる力が欲しいからだ。俺の強くなりたいという気持ちはずっと続いていくだろう。僕もお二人みたいにもっともっと強くなりたいです。底知れない強さの男が近くにいるのを忘れていた。一度本気のお前と手合わせしたいものだ。全て片付いたら一戦どうだ。対決だ。どうしよう、ワクワクしてきた。どっちが勝つんだろう。そうと決まれば油断はでき、今からでも備えておかなくてはな。だがここでは狭いな。フロアで特訓するか。僕も行きます。なんかじっとしていられないですよ。よし、ついてこい。最初から飛ばしていくぞ。なあ、お前か。明彦、部屋にトレーニング器具を持ち込むなと言っただろう。床が抜けたらどうするんだ。部屋中調度品だらけのお前に言われたくはないな。いずれ片付けるさ。いずれな。そう言いながらいつもお前は。今言っても仕方がないだろう。
ここはただの控室だ。どのみち寮は出ることになる。卒業も近いしな。秋彦、そういえば進路はどうするんだ。有力なボクシングジムからいくつも誘いがあっただろう。あ、ありがたい話だが全て断った。俺はプロになりたいわけじゃない。誰かを守る力が欲しいんだ。腕力でねじ伏せるだけが力ではないということさ。俺は大学へ行く。時間は自由になるし、選択も広がるからな。おぼろげながら道筋は見えてきた。先は長そうだかな。そうか、お前らしいな。まあ今はとやかく言うまい。あ、そのうち細かいことも話すさ。長い付き合いだからな。口うるさい戦友というところか。口うるさくもなるさ。これからも頼むぞ、明彦。もちろんお前もかけがえのない戦友だ。お前がいなければ俺たちはここまで来られなかった。この先もよろしく頼む。お前とならどんな相手も怖くはない。私も同感だな。だが今回の件で一つ貸しだな。エリピンが君に入れ込んでいたおかげで我々も巻き込まれたのだからな。やれやれ。どうせこの先長い付き合いになるんだ。ミツルのあしらい方を教えてやろうか。秋彦。おっと、すまんがトレーニングの時間だ。俺は行くぞ。まったく、呆れたやつだ。私もこれで失礼する。みんなステージが板についてきたな。俺もうかうかしていられん。我ながらいいステージにできていると思うが、どうだ、お前から見て。お前がそう言うならそうなんだろう。ますます気合が入るというものだ。しかし自分の気持ちに驚かされる。踊る出番が待ち遠しいんだ。ダンスというものにこれほどまで引きつけられるとはな。軽い経験のつもりで始めたダンスだが、俺は間違っていたようだ。お前たちのダンスを見ていると、俺の中に熱いものが込み上げてくる。まるでボクシングで素晴らしいファイトを見た時のようにな。ボクシングに人々が熱狂するのは、リングに上がる者が命を懸けて戦うからだ。熱い思いを込めた姿に心動かされる。それはダンスも同じなんだろうな。ここで起きたことは、目が覚めれば全て思い出せなくなると聞いた。だがたとえ思い出せなくとも、俺のどこかに刻まれたはずだと信じている。この経験はこの先の俺の人生を豊かにしてくれるに違いない。あ、お前には礼を言わせてくれ。ここへ招かれなければ気づくこともなかった。お前は俺の世界を広げてくれた。トレーニングでもと思って誘ったのだが、長々と語ってしまったな。お前と話していたらまた気持ちが高ぶってきた。どうやら俺もまだ踊り足りんようだ。あ、もっともっと素晴らしいステージにしよう。俺は練習しに行く。よかったらお前も来い。
ではな。あれはエリピーか。ベール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 ベット我が主。うん、素晴らしい歌には違いないのですが、ダンスにはいささか不向きでしょうか。はっ、これはこれは手前ごとに集中しすぎて、お二人のお越しに全く気づきませんでした。全くもって油断でございます。それより宴の方はどうなった？歓声を聞く限り盛り上がっているようだが。はい、まさに今宴は最高潮。予想をはるかに上回る盛り上がりに、不肖エリピー身が震える思い。ビバー皆様、ブラボー皆様、クラブベルベットよ永遠なれといった風に、 P という立場を抜きに堪能させていただいております。にしても素人同然の俺たちがこれだけ踊れるとは驚きだな。ありがとうございます。敏腕プロデューサーの私にとっては造作もないことでございますと言いたいところですが、正直なところ、こればかりは皆様のイメージのお力も大きいかと。ありていに申しますと、いかに私めやこの部屋の力を借りたものとはいえ、あなた方でなければあのように素晴らしいダンスを踊ることはできないかと存じます。個人の力もさることながら、皆様同士がご一緒された時の熱狂たるや天をつく勢い、互いを高め合う皆様のお力の源、改めて拝見させていただいた気がいたします。良き出会いが力を生む、その光景を目の当たりにして、私少々興奮してまいりました。どうぞその力でこの宴を大いに盛り上げてくださいませ。はて、こいつは驚き。私すっかり忘れておりましたが、この宴にはそんな発端もございました。ここは一つ大船に乗ったつもりで、エリピーに全てお任せください。敏腕 P である私の勘によりますと、大勝圧勝完勝楽勝はもう目前かと。むしろ初めから勝利していると言っても過言ではないほどでございます。ま、俺たちが相手を気にしても仕方ない。勝手に楽しませてもらうだけだ。エクストリーム問題ございません。皆様が楽しめば楽しむほどに、この宴は素晴らしいものとなるはず。ああ、次はどなたが踊られるのでしょうか。待ち遠しくてなりません。私考えただけで身もだえしてまいりました。この気持ち歌に乗せて披露したく存じます。ベル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 ベット、宴は続くよどこまでも。やれやれ、気ままなプロデューサーだな。
これはお二方お揃いで。皆様の奮闘で宴はいよいよ大成功。開催中ながらもはや伝説でございます。ピーは拙速を尊ぶと申します。要は言ったもん勝ちでございます。まあ皆大いに楽しめているようだ。張り詰めていたところにいい息抜きになった。あなたには礼を言わねばならないな。お招きに感謝するよ、エリピー。お心遣い痛み入ります。ですが宴はまだまだこれから。お時間の制約はございません。熱き魂をお好きなだけご披露くださいませ。ああいい加減頭では理解しているんだが、ついさっき来たばかりのような、長い時を過ごしたような妙な感覚だ。こんな場所を用意できるなど我々からすれば神のごとき力に思えるが、あなた方は一体何者だ？私、今は敏腕 P ではございますが、元はといえばただのしがない案内役。私たちにできるのはあなた方の旅路の手助けとなることだけ。実際はそうそう便利なものというわけでもございません。その証拠に我々の存在そのものすら危ぶまれる事態に陥ることも珍しくはありません。信じがたいな、それほどの強敵が。申し上げられるのはただ一つ、いつの世においてもそういった折には抗う者もまた現れるということ。皆様はご自分の置かれた状況において最善を尽くすことのみお考えいただくのが良いかと。余計な詮索をせず万全を尽くせということか。ある意味では頼もしい言葉だ。分かった。どのみち我々の力など限られている。私たちは今目の前にあることのみに力を注ごう。それではまとまりましたところで宴の続きと参りましょう。今申し上げました通り、皆様の可能性は無限大。ここに集われたのも何かの運命。ステージにてご自分の道をお開きください。振り回されてばかりだな。いや、踊らされっぱなしと言うべきか。さて、少し練習でもしていくとしよう。君も付き合うか？お疲れ。みんな集まってるぜ。プロデューサーから重大発表ってなんだろうね。とうとう決着か。勝敗が決したのかもしれんな。それすっかり忘れてました。正直夢中で踊ってただけですよね。一生分踊った気がします。すごく楽しかったけど。どちらにせよ宴の終わりには違いないだろう。そう思うと寂しい気もします。スター伊織純平、惜しまれながら涙の引退会見ってか。誰も惜しまないっつの。あんたはスターじゃなくてただのお調子者でしょ。ちょっと、またか。レディース and ジェントルメン、 Are you ready?大変長らくお待たせいたしました。ご存知エリザベスことエリP、ここに参上でございます。よっ、名プロデューサー。なんかプロレスみたいですね。てか暗くする必要あった？いろいろご意見いただいておりますが、問答無用で押しております。それではお待ちかね、エリピーよりの重大発表を
行わせていただきます。とその前に、皆様を代表して客人であるあなたに宴の感想をいただきたく存じます。はい、楽しかった、いただきました。ふぅ、不肖エリピー、恐悦至極にございます。皆様のために尽くした甲斐がございました。はあ、このテンションよく続くわ。では僭越ながら私からも一言を。突然のお呼び立てにもかかわらず、皆様のお力でステージは常に大盛況。強き心からほとばしる奇跡のパッションしかと拝見いたしました。宴は大成功でございます。不肖エリピー、改めて熱く御礼申し上げます。こっちこそ楽しかったっすよ。気分も上がったっつうか、何でも来いって気になったっつうか。まあ息抜きにはなったよね。ありていに申し上げますと、もはや勝敗などどうでもいいかと。は？え？観客たちの熱狂、そして皆様の笑顔、私くだらぬ意地にとらわれていた自分を顔から血が出る思いで猛反省しております。顔から出血するでありますか。それは大変です。それを言うなら火だよね、多分。あじることはない。誰でもいこじにくらいはなる。はい、まあとはいえ絶対に負けておりません。その点は断固として主張いたしますが。そこは譲らないんですね。私皆様を見て気がつきました。訪れる客人に優劣などございません。運命に立ち向かう意志を持った方々は等しく素晴らしいと。すんごいまとめられてる気分だけど、褒めてはくれてるみたいね。そしてもう一つ、皆様のダンスは見る者すべてに力を与えます。そのようなことが起こるのは心を込めて踊るからこそなのでしょう。私たちなりに心を込めて踊りました。伝わっていたならよかったです。さて、前置きが長くなりましたが本題へ参りましょう。私エリピーよりの重大発表に移らせていただきたく存じます。おお、待ってました。豪華商品の発表的な。その通りでございます。え、本当に？敏腕プロデューサーの名にかけまして、皆様へのお礼をご用意させていただきました。世に言うご褒美タイムとでも申しましょうか。よっしゃ、頑張ってよかったぜ。だよね、嫌な予感しかしないな。それよりもずっと素晴らしいものであると確信しております。エリピーからのサプライズ、私からのご褒美はダンサーエリザベス、満を持してのステージデビュー。は？え？デビューってもしかして。さようでございます。私自らが心を込めて踊らせていただきます。不肖エリザベス、渾身のダンスから熱くたぎる何かを感じ取っていただければと。あ、それがご褒美？いいんじゃないか。お手並み拝見といこう。皆様を見るうち、私の頭の中にもイメージがズンズン、ぐいぐい溢れてまいりました。皆様のダンスが私のパッションを呼び覚ましたようでございます。もはや披露しないわけにはまいりません。これもプロデューサーたる私の使命かと。
恐れ入ります。私のパッションをお感じだったとは。準備はできております。いつでもご指名くださいませ。 It's party time! Let's dance! Come on! エディピーさん、張り切ってるね。どうやら宴はまだ続きそうだな。ま、僕は構わないですよ。楽しいですし。引退し損なったな。俺のスター伝説、こっからだぜ。一生始まんないっつうの。こうなったらもう少し付き合う？エリピーさんもよろしくね。私も楽しみにしてるから。皆様のご期待に沿えるよう全てを解き放つ覚悟でございます。では改めまして、宴の締め兼エンドレスなパーティータイムの開会宣言をお願いいたします。エリピー参加記念、宴は続くよ。どこまでも景気のよろしい感じでぶちかましてくださいませ。まあ行くぞとかおーとかそういう感じでいいんじゃない。よし、それで行きますか。じゃあ頼むぜ。
Thank you.